や、なんか、なんか。ピズモビーチに来ました。サンフランシスコまでちょっと行けずに。アシカの、アシカだかアザラシだかわかんないですけど、いいサインでーす。はい、サリーでーす。で、実は、これ、はい、テイク2です。大変申し訳ありません。そうだね、ちょっと、実は今日のモーテル、サリーがテンション上がらず、はい、テイク2になりました。でも実は、これ、はい、ちょっと入って、はい、そう、テイク2だから、はい、もう荷物あります、はい、荷物あります。いや、っていうより、え、どうしたらいいんだろう、テンション。いやいや、大丈夫大丈夫、もうこれはね、実はこの、はい、このシャツジャケット、なんと、はい、サリーが手作りで作ってくれて、今、1分前にプレゼントしてもらいました。これそう、ワイズピンクの、これなんですね、エンブレム、はい、そう、テンボックスのエンブレムがついた。これは売ってません、うん、このあれだよね、この生地もワイズピンクのなんだよね、はい、うん、しかもサイズもめちゃくちゃバッチリだし、ね、いや、似合ってます。よかったです。ありがとう、はい、今日はもう2軒バー行って、はい、ちょっと酔っ払っちゃ、酔っ払ってないか、うん、はい、こんな感じです、はい、でこれボタン取ってワイズピンク、うん、うん、かな。だから今日のモーテルはこんな感じで明日は今日何したっけ。今日なんか結構ね、仕事したんだよね。あ、そうでしたね、うん、確かに今日、そう、今日結構ちょっと仕事実はして、うんうん、明日はビッグサーでキャンプしようと思ってます。じゃあちょっともう2時過ぎてるんで寝まーすさよなら。小坂さんもありがとうございます。ありがとうございます。